はいどうもジャクロでございます。今回もね、監督紹介とプレイ動画やっていきたいなと思います。さあ今回ご紹介する監督はこちら、クリストバルブエナ監督でございます。さあ今週はですね、5バックになってしまってるんですけれども、まあ、3バック版をね今回ご紹介していきたいなと思います。2020のシメオネ監督はどちらかというと守備が固い監督で有名だったんですけれども、今作はですねコンパクトネスが激減してますので、まあそういう意味では守備はねちょっとやりづらくなったかなという印象ですね。でディフェンシブになるとちょっとまともになるかなっていう感じですね。まず今作はですね、カウンターショートパス中央攻めというところがですね、まあコーマネジメントの監督に関しては特に激減しておりますので、まあそういった意味では希少価値の高い監督で、プラスですねこの戦術タイプっていうのはすごく攻めやすい戦術タイプになりますので、まあこのシメオネ監督に関しては非常に攻撃力が高い監督の一人じゃないかなと思います。ということで早速スカットの方を見ていきましょう。はい、ということでスカットなんですけれども、まずセンターフォワードね、ここは一番悩みどころだと思うんですけれども、プレイ動画の方はですね ST にしてナンバー10を発動させてロナウジーニョ、そして無印でロナウド、フリットそれぞれ使ったんですけれども、まあフリットがね一番使いやすかったかなと思います。まあ背負えるし、両足使えてワンタッチパス、スルーパス、そしてオフェンス能力も高いので、フリットがねすごく使い心地が良かったかなと思います。で代わりの選手で言うと、まあ、ST にしてネドベド、あとはベルカンプ、グティ、ハフェルツを無印で置く、まあこの辺りかなというところですね。でワンタッチパス、スルーパスいらなければもっと選択肢は広がるのかなと思います。でトップ下ですね、まあ2列目の飛び出しはね1人絶対置きたいというところと、もう1人はですねオフェンスセンスが高い無印の選手がいいかなと思います。まあ基本的にはラインブレーカーの無印がおすすめです。まあスルーパス持ちのデルピエロとかホルランとかがいるとまあ楽なんですけど、まあなくてもいいのであればルンメニゲとかムバッペとかでもありかなと思います。でサイドハーフですね、サイドハーフに関してはクロスアーは持ってる方はぜひ置いてほしいかなと思います。であともう一人はですね、今週調子のいいアラバを置いております。まあスピードがあって、まあベッカムほどではないにしろ、まあパスのスキルがあるというところで、まあ非常に使いやすかったですね。まあ持ってない方はですね、まあボックスの選手とか2列目の飛び出しの選手でもいいかなと思います。でボランチの位置はですね、一人アンカーを入れた方が安定するかなと思います。コンパクトネスあんまり高くないですし、まあサイド攻撃された際にカバーに入れるので、まあ、アンカーがいいかなと思います。まあ、気にならない方はハードプレスでも全然入れてもいいかなと思います。で CMF はですね、まあ、基本的にはボックスとボックス推奨ですね。割と守備寄りの方がいいと思います。ボックスとボックスの選手はですねやっぱりオーバーラップして攻撃のフォローに入れるので、まあ、この守備型の観点でも、まあ、結構点を取ることが多かったかなというところですね。はい。で攻撃系の選手でも全然ありです。あとは2列目の飛び出しとかハードプレスでも、まあ、十分活躍できるかなと思います。であとセンターバックですね、センターバックもですねコンパクトネスがそんなに高くないということもあって、今回ね結構失点したんですよね。あとはまあチームスピリット上げないまんまね、オンチャレに挑んだっていうのもね、まあ関係してると思いますが、すごく事故が多くて、まあいろいろ変えたんですけど、まあ両サイドはスピードのあるクロスターマンとバランで、中央のセンターバックなんですけど、フラパスされた時に、まあスピードは追いついても力負けしてね、あの振り切られる時があるので、まあこのズマだとまあスピードそこそこ速いですし、まあ体も強いのである程度ね、対策はできたかなと思います。まあ今週クリバリがね、いいなので、まあ、ちょっと悩みどころだったんですけども、この3人が、まあ、割と安定してきたかなというところですね。でゴールキーパーに関しては今週好調のドナルマを使っております。まあ、控えはこんな感じなんですけれども、デコイランのねミュラートップに後半から置くと非常にね、まあ、攻撃の幅が広がるので、まあ、非常におすすめです。はい、ということで今回のプレイ動画はですね7試合ぐらいにしておきました。はい。で結構失点もしたんですけれども、まあ、打ち合いで結構制して勝つ場合が多かったので、まあその辺にも注目していただきたいのと、あとはまあ連携とか、まあ、サイド攻撃をうまく使うというところに注目していただいて、まあ、ご覧いただけたらなと思います。ということで早速プレイ動画いきましょう。さあまずはですね、前線でガンガンボールを詰めていて、ちょっとスルーパスが短くなったか、ここでまたごちゃついてしまっている。そして相手はボールを出すが、前線の枚数が多いのでしっかりリカバリしていく。ここでジョナサン・デイビッド、ミドル。さあスローインからデイビッド中に戻して、そこからサイドに落として中央にスルーパス、ロナウド。さあここは守備からですねボールをカットして、カンテからジョナサン・デイビッドからのロナウジーニョはちょっと上がってこないが、うまくボールをさばいて、もう一度溜めを作ってジョナサン・デイビッド、決まっていく。さあここはデッカムからのロナウドへのパスが通っていく。フラゲーごめんなさい。
さあここはコーナーからバリオスのシュートは外していくが、カンテのリカバリー、そしてジョナサン・デイビッド決めていく。さあここはアラスカイタからカンテ、さあフォルラン、カンテ、さあ上がっていくアラスカイタ、投げていきたい、中央が空いているフォルランからのミュラー、ちょっと詰まったが取られてしまう。ここはカバーしていきたい、相手のゴールキックだ。さあここをベッカムがカバーして再びスルーパス、アラスカイター。さあここもゴール前に詰められるが、クリスチャーノ・ロナウドからデルピエロからのサイドにしっかり上げていく。さあアラバが前進していくが、ここでキーパーのファール、しっかり PK を決めていきましょう。ベッカム、さあこっからですね、またベッカムの中央へのスルーが入っていく。そこからデルピエロミドル。さあここも守備のフォローですね。さあカンテが拾ってクロスアベッカムが中に入れて、そこからミュラーがさらに中荒らす変えた。さあ残り時間少ないが逆転できるのか。さあミュラーからのここでファールをもらった。さあすぐスタート。さあベッカムに流して中に戻す、中央が空いてるぞ、アラスカエタからスルーパス、ミラーデコイラン、いいですね。さあ4対4ロスタイムだ。あと1点決めれば勝利ができるが、ベッカムから中央、そしてミュラーからのアラスカエタ、これもねベッカムに助けられた試合ですね。さあここは守備からですね、カンテがうまくボールをさばいて、ロナウド縦ワンツーが決まっていく。これはね一番いいですね、クリスチャーノ・ロナウド。さあここも守備からですが、さあバランがボールを取っていく、カウンターを決めていきたい、アラバからフライフ。さあフリットがサイドに張っているが、中央からカンテが抜け出している、ミドルカンテ。さあコーナーだ。さあショートコーナーをうまく使うと見せかけてバリオス、ちょっとミスってしまったがリカバリしていきたい。さあカンテがいいところにいたが、カンテのミドル MVP。 さあこれはね事故ですね。さあゴールキックから戻したんですけど、どうなるまー。さあ私もね試合してる時ね、こんな表情でしたよ。はい。さあサイドのベッカムからちょっとベッカムゲーしてしまいました、ごめんなさい。フリットのゴール。さあここはカンテが、カンテとロナウドがぶつかってしまった。ここもちょっとね事故ってしまいましたね。さあ逆転を許されてしまったが、さあベッカムから中に入れて、もう一度中、そして空いているぞ、フリットが取らない、アラバからのもう一度冷静に戻してカンテからのフリット、いい抜け出し。さあここも守備からですね、ビエラ、バラン、さあアラバサイドで作っていく、中に1回入れて、さらに中に入れたい、フリットから落として、もう一度ワンツーフリット、いいですね、理想の形でございます。さあ逆転したが、さあここで守備で中盤のね枚数でカバーしていく。さあサイドに張って、そこがミスってしまった。さあリカバリしたい。さあカンテが拾っていく、冷静にビエラ、さあ縦に入れてサイドにもう一回流したいが、中央で攻めていくフリット、これいいですね、中盤の守備が良かったですね。ということで結構ね失点多かったですね、まあ、チームスプリット多分撮影の時は80台とかでやってて、でセンターバックも模索している中での試合だったので、まあ、事故で失点が多かったですかね。あとはフラパスでやられたパターン、まあ、これで結構失点が多かったので、まあ、ある程度対策が必要かなというところですね。まあ、攻撃に関してはね、まあ、打ち合いも制するくらい、まあ、非常に攻撃がしやすかったので、まあ、あんな感じでいいのかなと思います。まあ、特にこのセンターフォワードとトップ下の縦関係の連携と、まあ、うまくサイドハーフを使うっていうことですよね。中央の守備も堅いですし、まあ、そこを突破されない限りは安定して攻撃が強い攻撃が可能かなと思います。でセンターバック付近までね、あのバイタルエリアぐらいまで攻め込まれるとちょっとディフェンスがしんどかったかなっていう感じなんですけど、まあ、基本的には攻撃に関してはめちゃくちゃやりやすいので、ぜひね
この監督使っていただきたいかなという感じですね。あとね、この監督でね 4-3-1-2 とか出てきたら結構強いんじゃないかなと思うので、まあ、今後のねフォーメーション変更も、まあ、期待していきたいなというところでございます。はい、ということで今作のシメオネ監督はですね、まあ、前作と違って、まあ、守備というよりも、まあ、攻撃力が、まあ、非常に上がったかなというところでございます。まあ、守備の対策さえしっかりできれば火力はめちゃくちゃ高いので、まあ、ぜひね、皆さんも使っていただきたいなと思います。ということで次回もウィレアプリ2021で会いましょう。さよなら。